初登場は2020年 OB 1958年の能力、9位スタミナ同値で、ストレートは S、 ドロップカーブ2種類はリア体で本領発揮、特殊能力は超剛速球。開幕戦では長嶋茂雄から4打席連続三振を奪ったイチローセレクションで登場。最年少で6月に通算200勝を達成、64回3分の1連続無失点の日本記録を達成、3年連続沢村賞を受賞し投手タイトルを総なめ。